第85回アカデミー賞は映画芸術科学アカデミーが主催する賞であり2012年の映画を対象とし2013年2月24日にカリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドのドルビーシアターで受賞式が行われた司会は声優アニメーターとして知られるセスマクファーレンである受賞式は 第76回以来最高となる4240万人の視聴者を獲得した。ライフ・オブ・パイ・トラと漂流した227日が監督賞を含む最多4部門を受賞し、ついで作品賞を受賞したアルゴとレ・ミゼラブルがそれぞれ3部門で受賞を果たした。さらに続いてジャンゴ繋がれざる者リンカーン007スカイホールがそれぞれ2部門で受賞を果たした。 世界に一つのプレイブックのジェニファー・ローレンスは史上2番目の若さで主演女優賞を獲得した。リンカーンのダニエル・デイ・ルイスは史上最多となる3度目の主演男優賞受賞を果たした。ノミネートは2013年1月10日の PST 午前5時30分にカリフォルニア州ビバリーヒルズのサミュエル・ゴールドウィン・シアターで受賞式の司会も務めるセス・マクファーレンと女優の エマストーンにより発表された。司会者がノミネートの発表も兼任するのは第45回のチャールトン・ヘストン以来である。最多ノミネートはリンカーンの12部門である。ついで、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日が11部門でノミネートされた。太字が受賞者及び受賞作である。セスマク・ファーレンは、 第85回アカデミー賞受賞式の司会を務めた。プレゼンターパフォーマー今回のインメモリアルセグメントは俳優のジョージ・クルーニーが紹介し、作曲家のマービン・ハムリッシュへの追悼としてバーブラスト・ライサンドが追憶を歌った。ここでは2012年に亡くなった映画産業に重大な影響を与えた以下の人物に敬意が払われた。2012年に亡くなった 映画専門家は1000以上に及び、アカデミーは放送できなかった人物たちのために、補助的なオンラインギャラリーを設置した。それには、アンディ・グリフィス、ナリー・ハグマン、ハリー・ケリー・ジュニア、アンダーザ・フォード、デビット・エリス、大島・ナギサ、ドナ・ザ・マー、アレックス・カラス、メル・スチュアート、スーザン・ティレル、ジョイス・レッドマン、コアビタルが含まれた。第85回アカデミー賞は、 様々なレアケースに見舞われた。アルゴは監督賞で候補に上がらずに作品賞を受賞したが、これは第62回のドライビングミスデイジー以来23年ぶりのことである。アイ・アムールは作品賞と外国語映画賞の両方にノミネートされたが、これは第73回のグリーンデスティニー以来12年ぶりのことである。また、外国語映画が 作品賞にノミネートされるのは第79回の伊王島からの手紙以来6年ぶりのことである。ダニエル・デイ・ルイスは史上初めて主演男優賞を3回受賞した俳優となった。年齢関連の記録も複数更新された。85歳のエマニュエル・リバは史上最年長の主演女優賞候補である。これは第62回で ドライビングミス・デイジーによりノミネートされたジェシカ・タンディを5歳、上回っている。9歳のクア・ベンジャネ・ウォレスは、史上最年少の主演女優賞候補者である。これは、第76回で、クジラの島の少女により、候補に上がった傾斜キャッスル・ヒューズを4歳、下回っている。また2003年生まれであるウォレスは、21世紀生まれとしては、史上初となる、アカデミー賞候補者である。 22歳のジェニファー・ローレンスは、第83回の、ウィンターズ・ボーン続いての主演女優賞候補であるが、2回目の候補年齢としては、同部門史上最年少である。世界に一つのプレイブックは、演技4部門すべてで候補となったが、これは、第54回の、レッツ以来31年ぶりのことである。また同作は、主要5部門すべてで候補となったが、これは、 第77回のミリオンダラーベイビー以来8年ぶりのことである。マーク・アンドリュースと共に長編アニメ映画賞を受賞したブレンダ・チャップマンは同部門としては史上初の女性受賞者である。助演団優勝の候補者は全員受賞経験者であった。アラン・ー・アーキン、トミー・リー・ジョーンズ、クリストフ・バルツは助演団優勝、フィリップ・シー・モア・ホフマンは主演団優勝。 ロバート・デ・ニーロは主演と助演男優賞それぞれを受賞済みである。また、演技4部門の全候補者20人のうち今回が初ノミネートで、あったのは、ブラッドリー・クーパー、ヒュー・ジャックマン、エマニュエル・リバー、クアベンジャネ・ウォレスの4人のみであった。ウォルト・ディズニー・スタジオは、第37回のメリー・ポピンズで13個の候補を獲得したが、第85回では、 同スタジオの全作品で17個の候補を獲得し、記録を塗り替えた。その内訳は、リンカーンが12個、アベンジャーズとメリダと恐ろしの森とフランケンウィニーと紙飛行機とシュガーラッシュがそれぞれ1個ずつである。また、紙飛行機は第42回の鳥ナリー以来43年ぶりのウォルトディズニースタジオ作品の短編アニメ賞受賞作となった。 クリストフ・バルツは、同じ監督による作品、同じ部門で2回受賞を果たした。これは、ウォルター・ブレナン、ダイアン・ウィーストに続いて、史上3例目である。クリストフ・バルツは2回目、ダニエル・デイ・ルイースは3回目の受賞であるが、一度に2人以上の再受賞者が出現するのは、第72回以来13年ぶりである。音響編集賞は、007スカイフォールと、ゼロダークサーティが、 共同受賞した。一つの部門を二つの作品が同時に受賞するのは史上6例名である。007スカイホールではパー・ハルバーグとカレン・ベイカー・ランダース、ゼロ・ダーク・サーティではポール・ NJ ・ウォットソンへオスカー像が贈られた。これ以前に同時受賞をしたケースは第5回で主演団優勝を受賞したフレドリック・マーチとオーレス・ビアリー第22回で 短編ドキュメンタリー映画賞を受賞したエイチャンス2ライブとソマッチフォーソリトル、第41回で主演女優賞を受賞したキャサリン・ヘプバーンとバーブラスト・ライサンド第59回で長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したアーティショータイム・イズ・オール・ユーブ・ガットとダウン,ア,ンドアウト・イン・アメリカ第67回で短編実写映画賞を受賞したフランツ・カフカ・エス・イッツ・エイ・ワンダフル ライフとトレバーである。第85回アカデミー賞より以下の点が変更された。アメリカ大統領夫人のミシェル・オバマはホワイトハウスのディプロマティックレセプションルームから中継でアルゴの作品賞受賞を発表した。第85回アカデミー賞のテーマは映画における音楽であり、シカゴ、ドリームガールズ、レミゼラブルといったミュージカルのトリビュート、サウンド・オブ・ミュージックと 美女と野獣からの引用が含まれた。加えて様々な映画音楽が使用された。受賞者のスピーチが長引いた際には、退場を流すために、ジョン・ウィリアムズによるジョーズのテーマ曲が流された。近年では珍しく、作品賞候補作は、アメリカの6大メジャー映画スタジオの作品が大半を、占めた。ワーナーブラザースからは、アルモ、コロンビア映画からは、ゼロダークサーティ、 20世紀フォックスからは、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日、リンカーン、ユニバーサル・ピクチャーズからは、レ・ミゼラブルがノミネートされた。6大スタジオのうち、唯一パラマウント映画のみが、作品賞候補作を出せなかった。作品賞候補作9本のうち、北米興業収入が1億ドルを超えていたのは、リンカーン、ジャンゴ繋がれざるもの、レ・ミゼラブル、 あるゴ、ライフ・オブ・パイ、トラと漂流した227日、世界に一つのプレイブックの6本である。作品賞候補作9本の北米工業収入の合計は約9億4400万ドルである。受賞式はメディアや紙面媒体から賛否両論となり、特にセス・マクファーレンの演出、物腰、ユーモアが話題となった。一部の批判者からは、 今回の受賞式は、性差別、人種差別、反ユダや主義、同性愛差別を助長すると指摘された。受賞式の放送時間について、他の賞と比べても短いにもかかわらず長すぎると批判された。シカゴトリビューンはマクファーレンに好意的であったが、一方で、ナショナルパブリックラジオは、オスカー史上最悪の司会の一つと評した。受賞式から2日後、 マクファーレンはツイッターで、今回楽しい時間を過ごせたが、もう二度とオスカーの司会はしないだろうと述べた。ABC によるアメリカの合衆国での放送では、平均4030万人の視聴者を獲得し、前回より3%上昇した。ニールセンレーティングでは18から49歳の範囲で11%増、18から34歳で20%増で、あり。 過去6年で最高値となった。ありがとうございます。